はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、アルファード燃費計測第7回目でございます。はい、7回目、まあ、アルファード、そうだ、もう7回目か。まあ、実際に多分8回か9回目ぐらいだと思います。動画撮ってない分もあるんでね。多分8か9、実際は8か9ですけど。まあ、動画としては7回目でございまして、今日もね、燃費の方を見ていきたいと思います。ちなみにね、今ガソリンの状況、こんな感じでございます。今ね、まあ、止まってるんですけど、止まって、鍵でオンにした状態ね。だから、このプッシュスタートか。プッシュスタート何も、ブレーキ踏まず2回踏むとこうなるといった感じですね。で、給油後の燃費が今 11.1 ですね。で、給油ランプがついて今この下の、トリップ B 9.8 キロ走っております。はい、というわけでまあ、だいたい 10キロぐらいか走ってるんで、残り10でつくから残り9だとガソリン満タンまでだいたい56ぐらいかな。56か 56.5 とかぐらい入るんじゃないかなと思います。はい、ということで、早速ガソリンの方入れていきたいと思います。はい、ということで、いつもの N になってる到着しました。いつもの給油口のところでございます。エンジンかけてる状態なんですけども、こんな感じで、走行距離はですね、この給油が前回満タンから、570.7 キロですね。はい、ということで、今回は燃料添加剤もね、添加していきたいと思います。ちなみに 222g かな。だいたい、ガソリンで言うと50から75に合わせてなんか調整してます。はい、ということで満タンに入れていきたいと思います。はい、ということで、ガソリンの方満タンに入れてきまして、来たんですけども、ガソリン高いな。こちら、レギュラーガソリン、今回 55.14 ですね。アット177円です。はい、これはエネキーね、エネオスのエネキープラスこの4円引きチケットというのを使ってアット177円ですね。はい、そして合計9760円でございます。高すぎるだろ、どんだけだよっていう。ここまでガソリンはそもそも値段が上がるって予想してなかったからね。これ買った時は。最初に言っときますけど。これ買った時はまだ156円、7円、8円とかぐらいでしたね。買った時はね。はい。だからもうほんと、ここ半年ぐらいでめちゃくちゃ上がったよね、ガソリン。しかもまだ上がるとか言ってるでしょ。もう大変だよ、ほんとに。というわけで、まあ、今回の燃費、まあ、パッと見た目で、まあリッター10は超えてるなといった感じで、これは安心しました。うん、安心しました。前回は、この、だって、満タンから空まで、空までじゃないけど、走った距離割るリッターのあれなんで、数字が同じ、500キロを走って50リットルか49、48なら、リッター10超えてるとかって、なんとなくパッとね、計算できるんで、その辺をパッとね、これ見たときに、ちょっと安心しました。はい。というわけで、で今回の、走行距離が 570.7 割る、今回の、給油量が、55.14 はということで、今回の燃費 10.35 でございます。35の5は、5の桁は四捨五入するので、10.4 ですね。10.4 でございます。ギリだね。四捨五入だから。はい。いやー、まあ燃費上がりましたね。よかったです。で、今回ね、燃費が上がった理由が、一つ大きな一つがあって、それが、今回この満タン分で行ったのが、北浦なんですよ。宮崎の北浦に行った分が入っているので、平均燃費が、こう、ちょっとずつ上がったのを覚えてるんで、あれで結構燃費良かったんじゃないかなと思います。うん、高速もね、なんかね、あんまりスピード出すとやっぱこれね、車でかいから、こう、瞬間燃費を見てると、しかもね、これ、やっぱ排気量的にも 2.4 だから、こう馬力がないっていうのかな。トルクがないというか、まあ空気抵抗は多分一番大きいんだろうけど、かい。
スピード出せばって言っても、なんかちょっと飛ばしたところで瞬間燃費は上がんないなって感じでしたね。どちらかというとちょっとゆっくりめな方で走った方が多分アルファードは燃費がいいかなと思います。なんかそんな感じだね。空気抵抗が大きいんだろうね、ですね。まあその、まあ要は北浦に行って、しかも構えじゃ、じゃあ、佐伯か。なんとか佐伯なんだかな。佐伯インターの次のインターから乗って、北浦まで高速なんですよ。で、まあそれまでも、だってそもそも深夜走ってるから、夜中の、こう、田舎道を走るんで、信号もないんで、基本的に燃費いいんですよね。プラス高速で、こう、ずっと走ってったんで、かなり今回のこれで燃費が伸びたなと。いった感じです。だから燃費見たときに、お、燃費めっちゃ上がってるみたいな。で、今回ね、オイル交換とかも入ってます。エアフィルターも交換したし、エアフィルターは北浦に行くより前に変えてるか。フィルター変えて、北浦に磯釣り行って、でその後に、エンジンオイル交換して、で、そっから、何日かな？数日後って感じ。数日後に、ちょっとガソリンなくなったんで入れたっていう感じですね。だからまあ北浦に行ったあれが大きいかな。平均燃費が一気にほんと伸びたんで、まあ、そのおかげが一つあるかなと思います。で、前回が、何やったっけ？前回が 9.76 やったんですよ。9.76。で、今回が 10.35 なんで、相当上がってますよね、これ。だから 9.8、今回 10.4。なので、0.6 リットルかな。0.6 リットル上がってますね。まあまあいいんじゃないでしょうかと。いったところで。で、まあ次回は、ね、多分もうちょっと上がるか下がるか、ちょっとなんとも言えないけど、まあ今結構万全な状態だよね。エンジンオイルも交換した。しかもカストロールエッジを入れた。結構いいオイルね。モービルワンと迷ったんだけど、モービルワンがセールやってなかったのよ。ね、値段が高いのよ。100% 化学合成油っていうのかな。どっちもそうなんだけど、値段は確かね、2000円ぐらい違ったんじゃなかったかな。モービルワンとね。いや、そこ2000円の差はちょっと大きいなと思って。で、あの時ちょうどエッジがね、セールしてたからまあエッジ入れたんですけど、まあ、それ入れたおかげで、まずね、もう運転してて思うのは、まあ、エンジンやっぱ静かになった。エンジンが静かになったのと、なんだろう、なんかエンジンのガシャガシャ感の、こう、ノイズも減ったって感じなのよ。で、それだけじゃなくて、エンジンが軽いのよ。なんだろこれっていうぐらい軽いのよ。普通の加速だったらもうタコメーター1000までしか回ってない。1000か1100までいかないぐらいで、ある普通の加速はしていきます、ずーっと。で、60ぐらいからやっぱメーターっていうかギア比のあれが来るのかな。一緒にタコメーターと一緒に動き出すんですけど、だいたい60ぐらいからね、からこうちょっと動き始めるかなっていう感じなんですけど、それまではずーっともう CVT の旋回転をこう維持してるって感じ。平坦なとこはね、上り道とかやっぱすぐ上がっちゃうけど、その辺やっぱこうエンジンオイル変えて全然違う。全然やっぱ最初に入ってたオイルあ、まあわかんない、なんとも言えないんだけど、なんか安っぽか、安いやつ、まあおそらく安いやつだろうけども、なんていうのかな、まああと E クリーンプラスねもう入れてたんで、まあ、汚れが取れて、こう、オイルが、こう、見た目には分からない汚れっていうのは多分あると思うんで、その汚れもあったせいか分かんないけど、なんか変えた後がめちゃくちゃなんか、クリーンに回るというか、あれ？これは新車のエンジンの周りかなっていうぐらい、すごい違うんですよ。だからすごい変えてよかったなって感じ。まあ、ちょうど変えるタイミングやったんですけど、まあ、変えてよかったかなと、はい、いったところですね。ちょっとね、燃費が伸びてくれればいいかな。ちょっとガソリンがちょっとあまり高いのよ。高いのよ。なんでこんなに高くなっちゃったっていうぐらい。だから少しでもちょっと燃費がね、伸びる方法があれば、ちょっとそれをちょっと試していこうかなと、いった感じです。運転には気をつけてる。だから多分、同じ車乗ってる人で多分これが燃費出してる人はなかなかいないと思う。長距離行けば多分それは出るやろうけど、普通に街中でこの燃費出てるんで、まあ一回その北浦まで行ってますけど、まあ、それなりにね、燃費は出てる方だと思うんですけども。はい、で、最近ね、こう見た通り、もう半袖です、半袖。しかも暑いんで開けてるっていうね。今日湿気が多いのよ。
めっちゃ湿気多くて、暑いのよ。で、暑いから、さっきね、空気圧見たのよ。自分がいつもこう言ってるのが、あの、気温が下がると、熱膨張の関係で空気圧が下がる。プラス、空気って絶対タイヤから少しずつ抜けるんでね。抜けていくとか、あるんですけど、最近、急激に暑くなったんで、気になって空気圧見たんですよ。さっきね。ほんと最近ね、急に暑くなったから、ほんと1、2週間どうだろう ?10 度。最低気温も10度ぐらい上がって、最高も10何度上がったんじゃないかな。空気圧は最後見たのはちなみに2週間前かな。前回ガソリン入れて、その次の週に洗車した時に見たのよ。だから今から2週間前か、空気圧見たのが。で、まあ2週間経ってるんで、まあ確認したんですけど、はい、こちら。え?と思った。え?これフロント、左前のフロントなんですけど、空気圧が、315kPa っていうのかな?正確に。ちょっと、読み方わかんないけど。まあ昔で言うと 3.15kg みたいな感じかな。まあ大体ほどその数字に近いんだけど、え?と思った。あれ?みたいな。2週間前にちゃんと確認したんだよ。基本自分はフロント 2.8、リアが 2.、まあ5か6かどっちかですね。どっちかなんだけど、で、これ見たときに、なんで 3.15? みたいな。絶対こんなありえんしと思って反対側見たら反対側も 3.2 とかだったのよ。だから空気がというか最近ね、こう気温が上がって空気のあれ、空気がこう熱膨張で膨らんで、タイヤ周りなんか特にね、急に気温が熱くなると、フロントはエンジンが特にあるんで、その熱とか、まあ、リアも上がってたけどね。リアもだいたいさっき言った 2.5 か 2.6 なんですよ。基本ね、自分が基準で合わせてる、空気圧が。で、ちなみにリアは 2.9 入ってました。え?って。どうやったそんな増えるみたいな。うん。急激に熱くなったせいだろうね。と思います。こんなに、むしろ逆にこう上がったことってないのよ。だから自分びっくりしちゃって。空気圧こんな上がるみたいな。基本的には変わらないっていうのが多いんだけど、こう急激にドーンって上がってるんで、もうびっくりしましたね。いや、だからね、なんとなく違和感というか、ちょっと男性の時に硬くないみたいな。2.8 と 3.2、まあ 2.8 の時点でも結構硬いけどね。硬い。これ標準は確か 2.4 なのよ。だから普通はプラス 0.1 から 0.2 多くしますだから、まあ入れても 2.6 だけど、そこからプラス 0.2 なんで、正直 2.6 と 2.8 って変わんないけど、2.8 と 3.2 だったら、硬いんだよね。自分は。なんとなくだけどね。なんとなく硬い気がするなぁ、みたいな、うん。そんなに違和感ないじゃないけど、硬いっていうのは、こう、道路ね。道路で、こうトラックが通ると、こう、なんていうのかな。タイヤのところだけ凹むじゃないですか。そこでなんかハンドルがちょっと取られる気がするなって思ってたんですよ。なんとなくだけどね。空気圧がやっぱちょっとあまりにもね、あまりにもちょっと高すぎたんで、さすがに今回ちょっと抜きました、空気圧をね。だからさっきの 3.15 と 3.2 か。キロで言うとね、キログラムだったかな。うん。昔の言い方で言うとね。を、だいたい 2.8 ね。フロントいつもの 2.8 に合わせて、後ろは 2.6 に。セットしました。で、これ今夜なんでね。あれだけど、昼間だったら、多分もうちょっと気温も上がるんで、空気圧も上がる可能性があるなと思って。そもそもなんでこんな高いのと思って。そんだけね、急にこう気温上がったのかなっていう。なんだろうね、先々週まで本当に、こう、なんだろう、毛布に布団かぶって寝てたのが、ここ何日か、前からか。もう本当になんかタオルケット一枚で寝てる。うちの家暑いのよ。なんか知らんけど。部屋暑いんだよね。そう。だからそれもあって、なんか急激にほんと最近ね、変わったなーっていう気温がね。はい。まあそんな感じですね。だからまあ、しばらく多分燃費いいと思う。エアコン入れるまではね。多分最高の燃費だよね。ロックアップが多分早いんで最近。エンジンかけて、ちょっと走ったらすぐロックアップっていうのかな。最初なんか CVT が温まるまでかわかんないけど、CVT のアイドリングみたいな感じっていうのかな。で、しばらく回転がちょっと高いのよ。ちょっとででも1600、1700とかぐらいだけど、40キロとかで走ってても。
だからそれがこうある程度 CVT が温まったんかなっていうぐらいにブーンってこう旋回転までバーンって落ちるんだけど、それが最近早いのよ。やっぱり冬の間は長い、なかなか回転落ちないんだけど、でもこの時期になってくるとブンってすぐ下がるんで、でもこれはね、しばらく燃費期待できそうだなと。まあ、ただその後ね、エアコン地獄という燃費地獄が待っておりますので、まあその燃費がエアコンでどれぐらい下がるのかなっていうのがちょっと気になりますね。基本的にだいたいリッター1下がるっていうのが基本だけど、どうだろうなぁっていうのがちょっと気になっております。はい、というわけで、次回のね燃費はすごくね期待できるかなと思います。エアフィルターも変えて、エンジンオイルもいいやつ入れて、 SOD1 も入れて、あ、でもこれが入ってるか、これね AZ のこの燃料添加剤今回入れてるんですよ。これね、これあともう一回入れます。これエンジンオイルを交換したんで、そのたんびにちょっと入れようかなと。2回連続で一応入れる予定です。まあ、1回でもいいかな。まあ、ちょっとその辺は考えよう。これ3本買ったんですよ、Amazon でね、セールで。これだったかな、2200円ぐらいだった。1リッター缶より安い、計算したら。全然、1リッター缶が2600いくら。これ 300×3 で、2200円、2300円だったかな。ちょうどちょっと値段下がってったんで、1リッター缶よりも全然安く買いました。で、グラム測ってね。うん、グラム測って、やってます。上にも書いてるけど、これ222って書いてるのよ。うん、222g と。計算してやっております。はい、というわけで、まあ、次回はね、ほんと燃費がもうちょっとだけね上がることを期待して、運転もエコ運転でいきたいと思います。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、あっちあっちし